どうも追憶科科の新井です。本日もよろしくお願いします本日は花勝負になります花勝負の花びらが独特な形状をしていますのでそれがちゃんと描き分けれるかがポイントになりますまずは花びらから墨の濃淡を出すために筆の腹を使って描きましょうそしてメシベですねこれを一組として、えー、もう一つ同じように描きます 花椒部の花びらには黄色い模様がありますので、えー、そこを開けて描くようにすると良いでしょう。そしてホコと呼ばれる花びらですね。立っているんでそう呼ばれているんでしょうか。これらの花びらが2箇所に集まります。輪郭線や薬を描けば花の完成です。そして茎、葉っぱと続けて描きます。葉っぱは三木砲を使って濃淡を出して 描くと良いでしょう以上で完成になりますシンプルに描くときほど墨の濃淡は重要になりますので墨の濃淡を出すこと筆の腹を使って墨の濃淡を出すことを忘れずに描いてみてくださいこの動画が参考になったという方はいいねボタン、チャンネル登録をぜひよろしくお願いしますまた水墨画に関するご質問等ありましたら お気軽にコメント欄よりコメントください。ではまた次回よろしくお願いします。